皆さん、サイバー犯罪という言葉聞いたことはありますか？ここからは秋瀬アナウンサーに伝えてもらいます。はい、お伝えします。サイバー犯罪とはインターネットやメールを利用した犯罪のことです。例えば一例ですが、通販サイトを謳ったこのようなメールが届きます。このリンクにアクセスしてしまうと、出ますでしょうか。カード番号であったり住所などの個人情報を入力するように促され、そして悪用されてしまうというようなものがあるんです。で、これはフィッシング詐欺などと呼ばれていまして、その他サイバー犯罪手口は様々です。で、そのサイバー犯罪なんですけれども、県内ではここ5年、このようになっていまして、去年は過去最多の数字を記録しています。コロナ禍でインターネットを利用する機会が増えたことが影響しているのではないかと県警は分析しているようです。こうした中、今日県警察学校でサイバー犯罪捜査についての授業が行われました。県警察学校では今年3月に新設された県警のサイバー犯罪対策課がメールの送り主や発信日時などの情報をまとめたメールヘッダーの見方などサイバー犯罪捜査の基礎知識について授業を行いました。県警察学校によりますと、パソコンを使った演習形式でのサイバー犯罪捜査に関する授業は今回が初めてということです。サイバー対策の必要性を感じました。また巧妙化していることを実感し、今後は自ら、積極的に学習していきたいと感じました。学生の方に、サイバー犯罪捜査の、基礎知識また、重要性を学んでいただくことにより、若手警察官のレベルアップ、そして、県警全体のレベルアップを図ってまいりたいと考えております。はい、ということで、巧妙化している、そんな話もありましたが、最近では送り主を偽装していたり、また外国を経由してメールを送ったりと追跡を難しくしている、そんなケースもあるようなんです。サイバー犯罪このようになってます。いかがでしょうか。ね、そうやって考えるとなんとなくこう危機が身近に迫ってきてるなという気もしますよね。新見さん、いかがです。私は、今のところ経験はないんですけれども、成人年齢が18歳に引き下げられたということもあるので、こういった情報をしっかりと広げていく必要があるなというふうに今感じました。そうですよね、はい、そうなると、お子さんと、そしてお父さんお母さんというように、ご家族で情報を共有していくってことも大切ですよね。そうですね、スマホなど使い慣れていない方は特に注意が必要かもしれません。で、怪しいメールであったり身に覚えのないメールが届いた場合、そこに添付されているファイルなど決して開くことのないように、そして、最寄りの警察署に相談するようにしてください。